今日からですね、まあオープニングもねちょっと新しいの作らせてもらって、全力アンパン道場っていうね新コーナーをやっていこうと思います。ちょうどね DM でね依頼っていうかね、対戦できませんかみたいなのが来たんで、ちょうどいいなと思ってこの企画を思いつきました。まあ企画の内容としては、まあこの動画の概要欄とか Twitter の DM とかでもいいんですけど、まあ対戦ルールとかはもうそっちで決めていい、対戦の依頼が来たらもうそれをね動画にしちゃおうっていう、そういうもう行き当たりばったりの企画です。でまあ別に名前隠してもいいし、名前隠さなくてもいいなら名前出しちゃってもいい、普通にね。ただまあルールもね、参戦とかさ、例えばもうガチンコ一戦とかさ、もう BO3 でさ先に2勝した方が勝ちとかさ、何でもいい、ルールはもうそっちのルールを飲みます。で俺はそれに応えるっていう、まさに道場だから全力アンパン道場っていう、これ新企画を今作らせていただきました。これならね、いろんな人ともね交流できますし、いいかなと思ってね、俺はすごい画期的なありがとう思いました。あのね、俺がね今年もあと3ヶ月ぐらいですけど目指してるのはね、まあ視聴者とねちょっとでもね距離の近い配信者を目指そうかなと俺の中では思ってるんで、ちゃんとコメントも返したいですし、なんかねそういう対戦とかも、ね、どんどん受けていきたいと思っておりますんで、今回からねこういう企画を採用したんですけど、1個だけね運営さんにちょっと言いたいことがあって、フレンド枠がねない。できればねこういう企画をさせてもらった後に記念っていうのもおかしいけどね、なんかそのあれでそのコラボさせてもらった、まあ、記念として、まあ、フレンド申請で極力受けてあげたいんですけども、フレンド枠がないのよ、運営さん。ね、1個だけ開けてるんですけど、そいつは一応ね、申請を受けれるように開けてるだけで、あと1人受けちゃったらもうね、申請すら受けなくなっちゃうんですよ。でね、もう申請自体もね、もう100くらい来てね、もうね、どうしようってなってるんで、運営さん、もうほんと、フレンド枠、占有枠、200くらい増やしてください。そしたらもうどんどんフレンド、OK するから、マジで。枠がね、足りなくなってきましたね、だんだんと。嬉しいことなんですけど、上さんお願いします、駒箱の容量とかも増やしてほしいんですけど、占有枠もね増やしてください。ハッシュタグお願い KJ でツイートしておきますてなわけで今日はですね、全力アンパン道場第1回ということで、今日はランキングさんっていうのかな、読むのかな、さんからDM でね、その人から言われたんですよ。対戦できませんかって、できれば撮影してねみたいなこと言われたんで、これは企画にしたら面白いんじゃないかと思って始まったのが今回の企画なんで、早速の第1回目ということで全力でね対戦していきたいと思います。今日のルールはシーズンマッチルールで、特に禁止ゴマとか属性かぶりとかそういうのなし、もうねまどろっこしルールはなしで参戦するっていうルールでね動画を撮っていこうと思いますんで、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ね、我こそはアンパンぶっ倒すぜみたいなやつがいたら、本当にコメント欄にください。 YouTube でもいいし、 Twitter のダイレクトメールとかもでもいいんで、コメント欄にねルールとか、こういう対戦、まあ一緒かこういう対戦したいとか言ってくれればね、どんどん採用するから、まあこいつはねもう申請今ね Twitter でも結構コメント来てね、ありがたいことにコメントたくさん来てるんで、順番にやっていこうと思います。でね、まあこういう企画はねもう俺もデッキ考えながらいろんなデッキを使っていきたい。まあ俺が普段使うのは S8 とかコンバートなんですけど、そればっかでも面白くないんでね、それ以外のデッキも使いつつこういうの答えていきたいね。これはね極力ね俺が暇な限りは毎日やりたい、暇な限りはねこの企画、例えば仕事とかで忙しくて取れなかったら仕方ないけど、それ以外の時はなるべくね毎日ね順番にやっていきたいんで、どんどんください。順番に皆さんにDM なり YouTube のコメントなりで返していきます。順番にねやりますんで、よろしくお願いします。てなわけで今日はねランキングさんと参戦シーズンマッチルールでやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。いくぜー、 OK 行きましょう。シズマルールなんでね、今日は結構ね普通に立ち回りたいと思ってたんですが、これでいきましょう。毒パ最初は毒パでいきましょう。これちょっとねシズマルールサブマフィー来月から禁止なんですけど、ちょっとこのドクパでいきたいと思います。最初はね、はい、
まあ、今回ねこういう企画をさせてもらったんですけど、まあたまたまねランキングさんフレンドにいるんでよかったんですけど、まあ、こうねフレンドじゃない人ともねあの もちろんね関わりを持ちたいわけ。ただねマジであのさっきも言ったんですけどフレンド枠をね運営さんどうにかしてください本当に。はい、1戦目早速ですね、28,000 ちょっと待って早速リスナーに引きの強さを見せつけていくスタイルあのさ、さっきねあの収録してて思ったんですけど、視聴者対戦ってめっちゃ言いづらくね。てか大小系か、神タンで大小系のデッキなら、はい、これ X 打つとね取られる可能性ありますけど、それでも打ちましょう。バフォメットはちょっと弱いし、イグナーツはもったいないな、初めに打つのは。これでいい多分、まあ、取られてもいいな、しゃあない。なるほど、これねどっちだろう。これこいつも嫌だけど、調査開始ね。いやこれはね確実にねこいつを使いたいね。こっちから行きますわ。ちょっと待って、これねちょっと待った、待てこれはやっちゃいけないことしてる気がする。なんかやっちゃいけない感が出てるちょっと待てなんかね俺この前のさ交流戦もそうだったんですけど、なんかね引き強しちゃうんですよねマジで。これはどうしようかな俺今回はね。でもねガチで立ち回るよ俺は。3戦あるんでねじっくり行きましょう。まずちょっとよろしくお願いします。起きてなかったわ。こっち行きます。ちょこれねマジでね、あの視聴者にも容赦ねえなみたいなこと言われるかもしれないマジで容赦ない引きが。まあね俺と言ったら多分ねあの引きなんでマジで。うわーでもそのソーリアンは怖いですが、多分ね2枚返しのソーリアン許容したら負けるから、これで1枚しといた方がいいと思う。でバフォメットのコモも使いつつ、ほぼリーチですねこれちょっと待って、引きが強すぎるんだが、ちょっと待って、これ引きが強すぎる、さすがに。これ帰る罠で多分飛ばせるんじゃないかな。まだ飛ばんか、オーケーちょマジでねこれはね引き強すぎた初めから。あれ押せなかった。はい次行きましょう。ちょっと待って、静まルールでしょ。沈まるなのよ。でもしかしたらねコストがね190の可能性もだったら俺コスト合わせればよかった。これもね今後の課題ですね。沈まルールにしてると難しいな。あこれ使いたい。あれちょっと待って、信号も入ってないんでちょっと後にします。これ S8 からいきましょう。でちょっと新ゴマを編成してからやりますわ。もう一戦ちょっと今デッキ見せちゃったけどねちょっとね編集デッキの中身をちょっと編集してからやりますわ。もう一戦だけ、最後の一戦はねデッキの中身変えてから。あの新ゴマ何だったっけ、あの新しいゴマ使いたいんでね、せっかくなんで。 OK 2戦目いきましょう。これ S8 なんでね、ちょっとあんまり引き強み見せるのまずいと思うんだけどって言ったそばからなんか引き強み見せてる。これまずいな。まあちょっと待ってマジでさ俺さこれさもうマジでさこれやってるわ。あのこれ多分コメント欄荒れると思うわ。お前情けねえよみたいなね S投げ連打してんじゃねえみたいなね、 S5 連打情けねえわとか言われそう。なんかリスナーにもうコメントがね荒れることが予想されます。この引きはもうこれはひどい、これは本当にひどい。じゃ最後のモルフスはね決めたいんでね、このモルフスデッキねちょっとね近々ね YouTube で紹介しようかなと思ってたんですけど、ちょっとそれ危ないな。これ2枚以上だったっけ、50パー以下だったっけ。だったらこれ通常攻撃なんで、まあ耐えれるか。こっちからいきましょう。通常攻撃なんでね多分大丈夫でしょう。なるべくねあのこのビームサインには取られないようにしたい。繋いでくる可能性はある。
ビラがあるから一応防げる、だいぶ。だからここでね、貫通とかでね、ボハってやられるとね、結構痛いんですよねって言ったそばからね、結構痛いんだよな。だからビラでね、しっかりガードするんで、うん、OK。ここは OK ですが、ちょっとまずいぞ、これ。ちょっとまずいぞ。あのね、これね、ちょっとね、ここにエースゴマ配置したかったな。ちょっとまずい展開になってきた。俺のエース8が負ける可能性がある。最初情けねえとか言っときながら、なんだかんだ吹き飛ばされそう。どうしよっかな。卵があるんで、一旦ここ打っといて、こいつカットできるんでね。次卵で回復しますか。とりあえずね。ちょっとね、怖いですけど、3枚返し作られるの、ここの1枚食らうしな、もろ。あー、それはだるいぞ。めっちゃ捕食していく。うん、これエンマからかな。これバハムートとかあったら負けるな。エンマ打って卵打って回復してだな。この3枚返しは多分打ってこないと思うんだ。いやでもね、貫通があったらね、負けるな、これ。アルーシャは大丈夫。どうだろう。なんか飛びそうな気がするな、これ。3000ぐらいでしょう。で、4000、でもライフバーストで回復した後なんだよな。だ、こっちだ、さっき。多分こっちの方がいい。確実に、確実に行きましょう。もがらん、でも飛ばされるかもしれん。5000なら、ラン1枚なら大丈夫じゃないかな。だいぶこれエースコマ投げになっちゃってるけど、大丈夫だな。オッケーオッケー。ってなわけでね、ここでね、まさかのね、俺がエース連打しちゃうっていうね、とんでもない結末になっちゃったんですけども、もう一戦ありますわ。あの、今回はね、チーズマルールで参戦するってルールなんで、もう一戦あります。で、最後はね、ちょっとさっきね、ネタバレしちゃったんですけど、使いたいデッキがあるんでね、それで最後やりたいと思います。近々ね、YouTube の動画に出したい。あれ、スタンプ遅い。それマジでスタンプを送るのが遅くなっちゃう。これですね。ちょっとデッキ改良しました。この新しく出た新ゴマ、このメルティシアを採用したモルハピアレスで最後の一戦やっていきます。ちょっとね、これ試験運用になるんですけど、ちょっとね、近々動画で出そうと思ってるんで、もうちょっとあれですわ、フライングしちゃうわ。なんて言えばいいだろう。フライング、違うな、ネタバレ、そっちでネタバレしちゃいますね。近々あげようと思ってますけど、ちょっとね、まだね、モルフスのね、打ち筋とかをね、ちゃんとね、勉強しないとね、すぐモルフス消されちゃうんで、方針が。ちょっと考えますわ。はい、最終戦ですね。やっていきましょう。このデッキはね、基本的にそんなに攻めない仕様になってますんで、モルフスのさじ加減次第だな、これ。まあ、これは意識出るからいいとして、ね、なるべくね、体力を維持したい。でね、昨日ね、高校の場合と先行の場合と、ちょっとモルフスどうやって動かせばいいかなってね、ちょっとミラティブでね、勉強してたんですけど、どうだろうな、マジでむずい。あー、ソーリア、そっち行っちゃうんなら、ちょっとね、モルフスね、出る場所がね、不安要素たっぷりなんですが、しかも意識がね、回復せずに終わっちゃうっていうね、おまけ付きで。まあ、モルフス出しておきますわ。こいつはね、何がめんどくさいって、2ターン後に報酬を出して、さらにその報酬もね、1回ひっくり返されないと、コンボが使えないってことで、実質3ターン後なんですよ。こいつが真に発動するのは。ちょっと弱いかなと思うんですが、難しいな、モルフス。で、こいつもね、モルフスの報酬増やせば強くなるかなと思って採用したんですけど、なんか微妙だよな。よしよし、これ X 来たら出る場所にもよるんだよな。2枚返しね。だったら多分ね、これ上に取ればね、間違いなく上の守護者取ってくれると俺は信じてるんで、一回縦取りしましょう。縦取りしましょうなんだけど、縦取りすると増やせなくね、結局。
ちょ、これ増やせねえじゃん、これモルフス。どうしようこれ。この進行だと増やせないか。むずいな。ちょ待って、モルフスが増やせない、マジで。ちょ、今回はモルフス増やすムーブでいってみるか。いやだ、そのそれは痛い、マジで痛い、痛いが冷静に行こう。せっかくならこいつも使いましょう。はい、ここつないでモルフスを増やしていく。ただね、これで増やしたところでね、絶対多分ね取られるんですよ、モルフス。微妙だな。うん、ブロモルフスめちゃくちゃ微妙ですね、これ。うん、取られるからな、これ。モルフス増やせないと。これ一発ね、増やさせてください、モルフス。モルフス増やさせてください。まだ 50% 切ってないうちに OK、 ランが出たのはありがたい。 50% 切ってないうちに、取られるか。ジェイン辛いよな。どうしよっかな、モルフスがね結構辛いんですよね。ちょっと回復しよう。あー、こいつの動作開けちゃった、ミスった。16枚以下でしょう。5678910111213141516、大丈夫だな、カットしない。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待てよ。モルフスがね全然機能しないですね、これ。ちょっとモルフスが機能してない。これ 1.6 倍、 1.4 倍か。いやダメかもしれん、これ善意の2枚返し大丈夫か。でもそれ耐えればダブコンなんだよな。ちょ、モルフスが全然機能しない。誰かマジでモルフスの使い方を教えてくれ。うん死んだかも。ダブコン耐えそうだな、耐えそうだな、がいないから。オーケー、これなんとか耐えたわ。これアレスですね。アレスがねすごくいいんですけど、まあ、今回の場合はマゴマ2枚だけだからアレスの方が出るのか。アレスだと1400、マゴマ2枚だと待ってよ、これまだ飛ばせねえ、死ぬ。飛ばせてた、これ飛んでねえよな絶対。だってこいつのコンボでさ800回復しても無理だ、飛ばねえな。1万はちょっと無理だ、ちょっとまずい。毒のダメージまでちょっと死にそう。耐える耐える耐えるぞ。耐えるけどコンボがなくなった。耐えるか、毒あぶねえ。ギリギリギリの勝負でございましたギリギリの勝負でございました。危ねえ、めちゃくちゃ危ねえ。これモルフスのコンボ使いてんだよな。モルフスのコンボどんぐらい出るかちょっと試したい。ちょ待って、火力全然出ねえやモルフスちょっとモルフスのコンボ全然出なかった。いや楽しいバトルでしたね。いやね、ジェイはねやっぱりきついな。ジェイの貫通がねほんと効いたわ。てなわけでね、今回参戦やらせていただきました。今回はちょっとね、あのボクシング封印して S8 と、最初何使ったっけ、ドクパか、ドクパと S8 とモルフスとね、ちょっと面白いデッキ使ってみました。ハピアとか引けなかったのちょっと残念なんですけど、こんな感じでね、あの今後もね、あの今の全力アンパン道場企画やっていきたいと思いますんで、第2回はねもうすぐやりますわ。あの第2回っていうかもうね、これどんどんやるんで、どんどんコメントください。 YouTube でも Twitter でもいいんでコメントくれれば順番にね申請していきたいと思います。ルールはそっちで決めてください。本当にルールはね、まあ、例えばコスト180でもいいし、あのまあなんなら B5 マだけとかでもいいしね、一戦勝ちバトルとかでもいいし、その辺はお任せします。あの禁止ゴマとかも勝手に決めちゃっていいです。ただ複雑なルールの場合ちょっとデッキ作りたいから、その場合ちょっとね日にちを後回しするかもしれないですけど、あの全員でできるように頑張ってねやりますんで、どうぞたくさんコメントください。うん、俺に動画のネタをください。
まあ動画のネタはねいろいろね考えてるんですけど、こういう企画から本当面白いなと思ったんでバンバンやっていこうと思いました。はい、じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあね。